トラスブールにある本会議場欧州議会議員選挙は1979年から5年ごとに行われている欧州議会議員を青年者による普通選挙形式で選出する選挙。欧州連合理事会や欧州理事会の多くは加盟国内で選出されている政治家で構成されているが欧州連合規模で直接選挙が行われている欧州連合の機関は 欧州議会のみである。欧州議会議員選挙には統一された選挙制度がなく、各加盟国は以下の3つの原則に沿って自由に選挙制度を決めることができる。加盟国ごとの議席数の配分は低減比例の原則に基づいている。すなわち、それぞれの加盟国の人口規模を考慮しつつ、人口の少ない国には正確に比例配分するよりも、 多くの議員数を配分している。また実際には、基本条約の協議において、各加盟国に配分される議員数が決められているため、配分数を算定する正確な方式は、策定されていない。なおこの配分は、すべての加盟国政府の全会一致でしか、変更し得ない。欧州連合では、複数正当性が取られている。複数正当性のもとでは、 通常、一つの政党が単独で、政権を取ることはなく、政党間で会派を結成して、連立を構成することになる。しかしながら、欧州議会の場合は、選挙が実施したところで政権を形成するということが、なく、そのため連立が組まれるということがない。ヨーロッパ規模の政党の二大勢力に保守系の欧州人民党と、社会主義系の欧州社会党がある。 両党は、欧州議会においても、それぞれに大会派を、政治志向を同じくする政党で結成している。また、両会派以外にも、共産主義系、緑系、司法主義系、国民保守系、リベラル系、欧州会議派などの会派も結成されている。なお2007年11月以降、7つの会派が存在している。また会派に属していない議員もいる。 有権者の投票行動を分析してみると、欧州議会議員選挙では加盟国内の政治課題について争われ、有権者にとっては国内の政権に対する批判の機会とされていることが分かった。また、投票率も1979年の初の選挙から次第に低下しており、当時に比べて権限が強化されているにもかかわらず、 欧州議会に対する有権者の無関心が現れている。ケルンの政治学者らが近年まとめた調査結果で有権者の欧州統合に対する見方が示されている。それによると、各国の政府は統合を推進しているのに対して統合会議派の議員数は着実に増えており、調査を実施した研究者グループは2009年の選挙では会議派だけが、 議席数を伸ばすという見通しを示している。またこの研究者グループは、各国の政府ではなく欧州連合に対する不満が、投票率の低下を招いているともしている。投票率の低下は、大きな問題となっており、例えば、イギリスでは1999年の欧州、議会議員選挙の時に1100万人が投票したが、テレビ番組、 ビッグブラザーでは2300万人が投票に参加していた。1999年に以降、欧州議会議員選挙の投票率は50%を下回っているが、アメリカの中間選挙で記録するような40%を下回るといったことはこれまでにはない。しかしながら、両者の状況は異なるものであり、アメリカでは大統領選挙が別に行われることもあって、 低投票率が問題になることはあまりないが、欧州連合の場合は欧州委員会委員長の人選につながるため投票率の低下には批判が起こっている。これに対しては元欧州議会議長パッドコックスなど一部が1999年の欧州議会議員選挙での投票率は1996年のアメリカ大統領選挙での投票率を上回っていた。 と述べている。以下は、欧州連合全体での主要3会派の、得票結果を地域別に示したものである。1979年から2009年の、欧州議会内の会派勢力の変遷レジェンド、中道左派系、リベラル系、保守、キリスト教民主主義系、第三次、ドロール委員会の任期は1993年から1994年と、 短いものであった。これは、欧州委員会と欧州議会のそれぞれの任期を合わせるための措置である。欧州憲法条約では、欧州理事会は、欧州委員会委員長の選出にあたって、直近の欧州議会議員選挙の結果を考慮にいれば、ければならないと規定しており、また、欧州議会も欧州理事会が指名した委員長候補を単に承認するというのではなく、 形式の上で選出することになる。これは議会の政党会派が委員長候補を立てさせ、その上で欧州理事会が選挙で勝利した政党会派に属する候補を指名するという欧州議会の委員長選出への関与を強めるための措置とされている。この措置は2004年に部分的に実施され、欧州理事会は 同年に実施された欧州議会議員選挙において、勝利した政党から委員長候補を指名した。ただこの選挙において、欧州連合規模で統一した運動を行ってきた、欧州緑の党だけが独自候補として、ダニエルコーン弁を立てていただけで、他の政党会派は、委員長候補を絞り込むことができず、欧州人民党では、委員長として好ましい人物として4、5名を、 提示するまでにとどまった。その後欧州憲法条約は発行が断念されたが、これらの措置は2009年に発行が予定されているリスボン条約に引き継がれている。リスボン条約ではヨーロッパ政党の役割を強化することが盛り込まれており、2009年の欧州議会議員選挙ではそれぞれ委員長候補を立てさせることが起とされている。 欧州自由民主改革党は2007年10月の党大会で委員長候補を提示して強調した選挙運動を展開する方針をすでに固めている。2008年2月、欧州委員会委員長ジョゼマヌエル・バローゾは欧州議会議員選挙の結果と委員長の指名との関連性について理論上は議員内閣制の下で指名される首相と同じ仕組みではあるが、 欧州委員会委員長には、これが必ずしも当てはまるものではなく、委員長氏名の正当性に問題があることを認めている。さらに、投票率の低下は、委員長の正当性に疑問を与えるものであり、欧州の政治領域が欠如していることになる。しかし委員長候補を一覧にした、投票用紙で選挙を行えば、近年に見る数値よりも、 投票率が高くなるという研究結果が出されている。ありがとうございます。